私がセミナー講師になった本当の理由。セミナー講師という働き方がある。副業をするようになって、たくさんのセミナーを受けるようになりました。その中で、セミナーを受ける側から開催する側になるという選択肢があることを知りました。実は、サラリーマンの副業としてもセミナー講師はおすすめなんです。週末だけ単発でセミナーをやるのもいいし、毎月毎週何曜日だけセミナーをする程度でも十分副業として成り立ちます。では、セミナー講師って何をするの？どうやって稼ぐの？と疑問に思いますよね。セミナー講師の稼ぎ方はいくつかあります。大きく分けると、自分の商品をセミナーで売る、他人の商品をセミナーで売る、セミナー自体を商品として売る、この3つがセミナー講師の稼ぎ方になります。やることは単純で、会場に人を集め、提供する商品やサービスについてプレゼンし、購買、契約につなげます。また、知名度が上がれば、企業のイベントやセミナーなどに呼ばれて話をするだけで、数十万円とか、そんなことも可能です。私は副業でセミナー講師をしていますが、その理由は、サラリーマンがセミナー講師をすることにメリットがあると考えたからです。メリットの一つは、プレゼン力がつく、向上する。サラリーマンなら、会社の中で会議や報告会などでプレゼンする機会があると思います。社内だと、ある程度同じ言葉や表現で通じてしまいますが、一般の方相手に同じようにプレゼンすると伝わらなかったり、想定外のことが結構起きます。そういったことに対応しているうちに、伝え方が改善されたり、問題解決力がついてきます。特に大人数のセミナーで発表する経験をすると、会社の会議の発表など余裕になります。精神的な余裕ができると、聞いている方も安心し、理解されやすいという相乗効果で、結果的にプレゼンがうまいと評価されるようになります。セミナー講師は、稼ぎながらプレゼンスキルを伸ばすことができるのです。さらに、人前で話すことが苦にならなくなります。その他にも、コミュニケーション力がつきます。度胸がつきます。リストラ対策になります。むしろセミナーで稼げるようになれば、会社でも成果を出せるようになるだろうし、万が一リストラされてもセミナー講師で食べていきます。こういったメリットを考え、私はセミナー講師を副業の一つにしましたが、実はセミナー講師を目指した真の理由があります。今回はその秘密を暴露します。実は私はセミナーで騙された経験があります。とあるセミナーで紹介された投資案件です。結局その投資案件は詐欺でした。今となっては冷静になって考えれば分かりそうなものですが、セミナー会場の雰囲気やセミナー講師の巧みな話術、計算されたストーリーと感情の動かし方、そういったセミナーのテクニックを駆使され、まんまと感情を操られ、詐欺案件に投資してしまいました。投資したお金は当然戻ってきません。詐欺投資にかかってしまったことが悔しく、情けなく反省しました。何が悪かったのか、どうして騙されたのか、なぜお金を出してしまったのか。物事が終わった後だと、
ものすごく冷静に分析できる自分がいます。なぜ買う前にこのような感情で冷静に分析できなかったのだろうか。そういったことを考える中で、マーケティングというものを勉強するようになりました。そしてある日、参加したセミナーで、あることに気づきました。そのセミナーは、会員になることでサービスの提供を受けることができるという内容のものでした。そのサービスを使うことで稼ぐことができるというものでした。そのための仕組みやシステムの利用方法、稼ぎ方のノウハウなどの提供です。一通り説明が終わり、最後にサービス利用の価格提示がありました。最初に〇〇システムを使えば月〇〇万円が稼げるようになる。〇〇のノウハウには〇〇円相当の価値がある。最終的に300万円の価値があるといい、それを今回は120万円で販売しますと提示されました。さすがにこの金額ではまだ誰も買おうとは思わなかったでしょう。いくら稼げるノウハウやツールだとしても、さすがに120万と聞いて買おうなどと思う人はいないでしょう。そしてまさにその時です。今回はこのセミナーに参加してくれたあなたのために特別価格30万円にします。このオファーを聞いた時、過去に参加したセミナーでも同じように値引きを提示していたことを思い出しました。本日限り、今決めてくれたら、これは営業テクニックの常套手段です。セミナーでも同じように使いますが、使い方は、まずは〇万円相当の価値があると、数百万円の価値を示し、その後希望価格を提示する。一桁下がったらお得感が出ます。たくさんのセミナーに参加している方ならご存知と思いますが、これはセミナーのシナリオなのです。セミナーにはしっかり台本があるのです。導入部分でアイスブレイクをして、どのような言葉を使えばよいか、どのようにセミナーを組み立てていけばよいか。セミナーで騙されないためには、セミナーを開催する側になれば仕組みを知ることができる。そう考えてセミナー講師を目指しました。それからもいくつかのセミナー講師養成のセミナーに参加しました。どのセミナーでも共通して言っていたのは、セミナー講師になりたいなら、まず会場を予約すること。これは間違いじゃありません。しかし、セミナー講師養成の塾や合宿、セミナーに行っても、セミナー講師になれない人がいます。それは行動しないからなのです。逆に、セミナー講師になるだけであれば、それほど技術は不要で、会場を予約して人を集めて、その人たちの前で話をすれば、それで立派なセミナー講師になれるわけです。でも、私が知りたいのはもっと裏側です。悪用すると人を洗脳できてしまうほどのセミナーのやり方というのがあります。さすがに洗脳するつもりはないですが、自分が洗脳されないためにその仕組みを知っておくことは有益だろうと考えました。そして、アンソニー・ロビンズの4日間の合宿セミナーで知り合った方から紹介されたのが今回ご紹介するセミナーです。今回登壇するコーチは、なんと世界ナンバーワンコーチ、アンソニー・ロビンズ氏の会社が経営。今回登壇するコーチは、なんと世界ナンバーワンコーチ、アンソニー・ロビンズ氏の会社が提供するコーチ認定プログラムを日本人として初めて修了した方です。
ほとんど無名なのに、売るセミナーはいつも高成約率。実は、業界の有識者の中では神レベルの存在です。しかも、リピーター購買率が8割という驚異の成績です。その理由は、セミナーの表も裏も全てを知り尽くしている人だからです。そして、セミナー講師養成の内容を知ることに、自分がどこで感情を揺さぶられ、購買意欲をかきたてられ、下げたい未来を回避するために購入を決断したのかを、脳科学、心理学の視点から解説も交えて解き明かしてくれます。理解度、納得度が違いました。まずは、このワンデイセミナーを体験してください。一つ不安があるとすれば、そんなすごい講師ならセミナーで洗脳されて買ってしまうのではないだろうか。大丈夫です。さすがに洗脳はしませんし、セミナーの最後にそのセミナーの中でどんなテクニックを使ってどのように購買意欲をかきたて誘導していたかを解説してくれます。つまり、手品を見せた後、手品の種明かしまでしてくれるのです。そんな人気のセミナー、まずはあなたが体験してみてください。体験ワンデーセミナーは、この動画の下にある URL から申し込みをお願いします。毎回人気のセミナーで、年明けには予約が取れなくなることが予想されています。長谷川講師による2020年のセミナーは1月から4月で終了予定です。それ以降の開催については2021年以降も含めて現在は未定です。この動画の下にある URL からお申し込みいただくと一般募集5000円が無料になります。体験ワンデーセミナーは、この動画の下にある URL から申し込みをお願いします。